だとしたら、物や情報、一足飛びな言葉や答えがこんなにたくさん供給されている世の中で、今の人々は安物ばかりつかまされているのかもしれないね。本当にそっちの方へと進んでいるのかね。それは進歩か後退か。へいへい、早く二本足で歩けよ。翔子先輩を待ってたんすよ。卑劣なことが目的なわけじゃないっすよ。一言言っておきたくて。伊田先輩は人を殺してなんかいません。あれは事故です。それが事実です。じゃあ俺はこれで。いらっしゃい。昨日はごめんね。今日はオフなの。だからこれは怪しいと睨んでたんだよ。俺は前からそうじゃないかって思ってたぜ。
かなり前からそんな気がしてた。ぼやっとしてるから、きつけ薬だ。シーンさん、ひどい。大丈夫？立てないの？ネオちゃん、今こいつの頭に衝撃を加えたのはこの床だけじゃないようだから、ほっといた方がいいよ。天気持つかもしれないよ。本当？そうね、晴れるといいね。立った。大丈夫？おさるさん、おさるさんは立って歩けるようになったのかな。
翔吾くん、私ね、頑張ったよ。翔吾くん、翔吾くんには知ってほしいの。私の四つ葉のクローバーがどこにあるの。それにテントウムシが止まると色がとっても綺麗なの。黒い小さなお魚のことももっともっと知ってほしい。少し休んでもいいのかな。いい？翔吾くんも無理しないでね。休んでね。疲れた顔も嫌な顔も私には見せてね。翔吾くんが私を自由にしてくれる。気がする。私ずっと自信なくて、私なんかに好かれた人は困るだろうなって。でもね、本当はね、
だよね。ミフ、マジに取るな。いつだってこいつは希望的観測だから。別にすごくじゃねえ。ミフに変な期待を抱かせるな。まあ、正午の好きにしな。ごめんね、飛田さん。正午くんのこと嫌いなわけじゃないよ。本当はね、すごく好きだと思うよ。宿題は？名前。